同情、シンパシーとは他者の苦境に対し共感する感情の同一性を指す。同情の一般的な用法としては、不幸な状況や苦難に対しての感情共有の際に用いられることが多い。しかし、ポジティブな感情に対しても用いられることもある。抗議の用法としては、共産主義賛同者のように、イデオロギーや政治的な引用もされうる。英語における、 シンパシーの語源としては、ギリシア語より由来し、共に苦しむこと、感情が同一になることを指している。これより転じて、同情とは、他者の苦しみに応答して、自らも苦しむような感情を持つ。人や動物の同情行動は、性得的に備わった心理的能力と考えられ、動物行動学や心理学など、社会科学の研究テーマの一つとなっている。 チンパンジーの社会では、闘争に負けた個体に対して親密に体に接触する同情行動が見られる。一般に、オスの個体よりもメスの個体の方が、同情行動を取る回数は多いが、社会的ランクの高いオスは、メスよりも積極的に同情行動を取る傾向が見られ、闘争が和解せずに終わった場合は和解した場合よりも、より多くの同情行動が行われる。 言葉を発する直前の段階である生後10ヶ月の乳児を対象とした実験では、色の属性だけを持つ攻撃者が、別の色を持つ犠牲者を、一方的に攻撃し破壊する、抽象的な映像を見せた後に、両者と同じ色属性を持つ2つのぬいぐるみを提示させたところ、犠牲者側の色のぬいぐるみを触ろうとする行動が、見られた。ありがとうございます。